UGK Tube UGK will spark your chemistry with sports and English. Long time no see, guys. It's been a year since I last posted my video. 最後にビデオをね投稿してから1年経ちましたけれども、そろそろ、ビデオを投稿してくださいと、Google 社からやってきましたけどもね、まあ、そんな、タイミングもあってですね、去年最後更新したのがスーパーボールの見どころだったんですが、ちょうどその時がやってまいりましたので、スーパーボールをお伝えしていきましょう。第56回スーパーボールの見どころをお伝えしていきます。今日もベリーと一緒にお伝えしていきます。 Let's go Barry, come on man。Alright、 まあ今回第56回スーパーボール、2月にねまた2週目、SoFi スタジアムで行われるというスーパーボール、これ2年連続ね、そのいわゆる本拠地のチームがスーパーボールに出場するという、これまで去年初めてタンパベイバッカニアーズが55回大会でそれを達成したんですけども、それがですよ2年連続になるという、何かこうコロナ禍に入ってこれまで起こらなかったことが NFL でも起こり出してるなというね、そんな印象すら受けましたけどね。で今回対戦するのはベンガルズとラムス、これ両軍が対戦するのは初めて、ベンガルズは史上初のスーパーボール制覇を狙います。スーパーボールには出ているんですよ、今回3度目なんですが、最後1988年に出て以来、その年はねもうご存知、スーパーボールで 49ers のあのジョー・モンタナと対戦して、最後はジョー・モンタナのウィニングドライブ、ザ・ドライブにやられて、まあ、最後 49ers が勝ったというね。ベンガルズはその敗戦以来全く日の目を浴びなかったチーム、まあ、しかし去年ですよね、1位指名でルイジアナステイツからジョー・バローを指名して獲得すると、一気に、まあ、チームがね上向きになりまして、まあ、これ本当にね1位指名権を持っている、チームというのはドラフト指名成功すればその先10年は安泰であると、まさにベンガルズはその宝物を手に入れたなという中でのこのスーパーボール出場ということになりましたね。でまあそのバローですけれども、今年ね、まあ、去年はねシーズン途中で前十字靭帯断裂、シーズンアウトになりましたよ。で、まあ、去年はですからルーキーイヤーフルで戦えなくて、で2年目の今シーズンスーパーボールに行くわけですよ。でその、まあ、原動力となったのはやはりワイドレシーバージャマー・チェイスでしょうね。このジャマー・チェイスは大学時代もチームメート で全米チャンピオンにも2人でなってるんですね。その大好きなターゲットをベンガルズが1年後に ドラフトして、このコンビが再結成された中で、まあ、もうジャマー・チェイスはルーキー記録を塗り替えるレシービングヤードで、ね、大活躍を見せたということになりました。ただね、まあ、スーパーボールで心配なのはパスプロテクションなんですよ。まあ、タイタンズ戦も9つのサックを受けて、まあ、なんとか勝ちましたけれどもね、まあ、本当に、負けてもおかしくなかったゲーム、オフェンスラインのパスプロテクションが甘いのでサック数が NFL 最多51回受けているんですよ。でブリッツに対しては、レーティングが 100.7、 これ全体で13位で、プレッシャーが来た時のレーティングは 94.6、 これは全体で3位ですから、プレッシャーに対してはまあ強い数字ではあるんですけれども、ただいかんせんオフェンスラインが、まあ漏らしてくるので、そのあたり、まあ、バローとしても制限がかかっているという状況で、まあ、なんとか勝ってきたということでしたね。で特にもうクォーターバックの後ろを守る左タックルの、ジョナン・ウィリアムズがね、これチームで一番サック許してるんですよね。でまあ、そのあたりがちょっとね、心配ではあるんですけれども、ただ、タイトエンドユザーマが、復帰できそうですね、怪我から。でランニングバックミクソンも、まあ、1回平均4ヤードほどのランニングバックなんですけれども、非常にパスアタックがいいので、ミクソンの非常にこう中央のランプレーで非常に効果的ですから、まあ、非常にバランスは取れているというところですよね。まあ、ただねラムズのパスラッシュ、ボン・ミラー、そして、アーロン・ドナルド、レナード・フロイド、このフロントがねやはりものすごい勢いで襲いかかってくるので、いかにこれらの選手に活躍させないかということで、ジャマー・チェイスには当然相手のエースコーナーバックの、ラムズィーがこれ関わってきますから、ね、マッチアップしてきますん で、このマッチアップをね制することができるか、これがベンガルズのパッシングアタックが、まあ、スーパーボールでも効果を発揮するかという一つの大きなポイントになってくると思うので、まあ、とにかく、クォーターバックのバローと、そしてワイドレシーバーチェイスのこのホットライン、まあとにかくオフェンスラインがねしっかり守ってやれるかというのが、そのバックフィールドを活躍させる大きなポイントとなるでしょう。続いてラムズ、
ラムズはね、これ今回5回目のスーパーボウルで、で、まあ、なんといってもね、これホームで戦える、まあ、スーパーボウルはね、あのホームのお客さんばかりではないので、そこまでホームの雰囲気はないんですけども、ただもうね、慣れているロッカールーム、慣れているフィールドを使うことができるという意味では当然メリットはあると思います。で、まあ、クォーターバックスタッフォードですよね。34歳、移籍1年目、デトロイトライオンズという、まあ、これもドアマットチームですけれども、そこから、まあ、急遽トレードで、このラムスにやってきて1年目でね、こうやってねやるわけですよ。ちなみにね、これあのバローもスタッフォードも1位指名クォーターバックですよ。1位指名クォーターバック同士の対戦というあたりもね、一つ見どころなんですが、まあ、もちろんバローはね、まだ若い2年目、スタッフォードは34歳、ヘッドコーチのマクベイヘッドコーチが36歳ですから、エースクォーターバックとヘッドコーチの年齢差2歳しかないというね、これまたちょっと驚きですけれどもね、非常に、史上最年少でヘッドコーチになったマクベイヘッドコーチが2度目のスーパーボウルということになります。で、まあ、スタンフォードの方もね、もうなんといっても、ワイドレシーバークーパーカップがいます。こちらは三冠王ワイドレシーバーですよ。ラッシュではね、シーズン2000ヤード走ってる人はいるんですが、レシーブでシーズン2000ヤード獲得した選手は今これまで一人もいないんですね。ただクーパーカップは今シーズン1947ヤードまで伸ばしました。まあ、あと少しで2000というところまで行って、145レセプション17タッチダウン全てトップで、これ三冠王になったんですけども、まあ、まさに王者に君臨ですね。プレーオフに入ってからも2試合連続140ヤード以上活躍、まあ、守っていると思っても最後に活躍されてやられるというのがこれクーパーカップですから、大体ダブルチームで対応はしていますが、このクーパーカップを抑えるというのはまずこれベンガーズにとっては鍵になります。ですからオウージェと、イーライアップル、この2人のコーナーバックが、OBJ とそしてクーパーカップを、まあ、どう抑えるかというあたりが一つポイントになってきます。でパスプロテクションで言うと、これラムズはベンガルズに比べるとものすごくいいです。ものすごくいい、5番目に良、かったオフェンスラインユニットと言ってもいいような、ね、解釈になりますけれども、まあ、そのあたりしっかりクォーターバックは守れますので、まあ、非常に両軍ともに、空中戦の破壊力は抜群ということになります。ただね、ラムズは、まあ、一つ X ファクターとなってくるのがランプレーです。ランプレーは、まあ、エーカーズがね、アキレス腱断裂の怪我から、プレーオフに入ってから戻ってきまして、やっぱりね、今年リーディングラッシャーに僕なるのかなと思ってたら、シーズン前に怪我をして結局、まあ、全くダメだったんですけども、やっぱりね、復帰してからその凄さの片鱗を見せていますので、ランニングバックはこれラムズに分があるかなと、まあ、とにかくねシンシナティも、そしてロサンゼルスラムズもディフェンスがいいんですよ。ですから、で両軍ともに、シンシナティも最近3試合、プレーオフに入ってから最近3試合で2回ずつテイクアウェイ、相手からボールを奪ってそれを得点に結びつけている。一方の、ラムズのディフェンスも10試合連続で1つ以上のテイクアウェイを取っている、相手からボールを奪っている。そういうことが起こってくるとまたその攻撃力が発揮できますんで、このあたりがね、まあ、ターンオーバーのまあ、数というのもね一つ大きなポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っています。さあ、でまあね、あと1週間ですか、あと1週間あるんで、また情報みたいなものは直前で入ってくるかもしれませんが、この1週間前の段階で UGK のスーパーボウル大胆予想は24対21、意外とロースコアな展開、そして僅差3点差でセンセナリベンゴーズです。でこれはねアップセットとかありません。もうどっちも同じような感じなんで、まあ、アップセットとかはないでしょう。まあ、ただねベンガルズのやはり後半、プレーオフに入ってからの戦いぶり、これがね本当に尻上がりなんですよね。この勢いっていうのは、すごくいいと思う。で一方のねラムズはサンフランシスコ戦でも5ターンオーバー期してるんですよ。これがやはりねベンガルズのちょっとあの付け入る隙になってくるかなというふうに思ってますので、ちょっとターンオーバーも絡んできて最後3点差でベンガルズ勝利と、いうのが UGK の今年の予想です。去年当たりましたからね、ということで今年2年連続、当てていきたいと思います。でその他にも今年のスーパーボウルの魅力は、でヘッドコーチがね、マクベイさんが36歳、そしてベンガルズのテイラーヘッドコーチが38歳、
もう僕よりも全然年下ので、2人のヘッドコーチ、これスーパーボウル史上最年少、ヘッドコーチ対決ということにもなるみたいですね。まあ、ですからそのあたりも何かこうNFL、まあ、ブレイディが引退などもありましたけれども、クォーターバックがこうやって新しいのも出てきてるし、本当に何かこう新旧入れ替えがね、激しく起こってるなという中でね、NFL の、時代もね大きく、変わってきてるなという印象でした。で最後に、どちらが栄冠を手にするのか、 UGK の予想はシンシナリベンゴーズです。ということで Alright Barry How are you doing? HeyAre you tired? ちょっと疲れたみたいですね。久しぶりのベイちゃんも撮影でした。お、何 Are you happy now? Give me five. Alright. さあ、それでは、また皆さんぜひスーパーボールをお楽しみください。That's it for today. Thank you. And we'll see you next maybe month. Goodbye.